はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント横浜編やっていきましょう。難易度パワフルです。今日勝てば、最終回になります。はい、今日本シリーズ第6戦、まあ、今2勝3敗って書いてるんですけど、3勝2敗です。頑張りましょう。ああそうか、 DH ありか。いきなりなんか自分の中での予定が狂ったな。伊能さんでいきますか。さあ誰を外してベンチに番長を入れるかだな。ここかな。よし、左が並んじゃうけどな。まあいっか。うん、これでいきましょう。これでいきます。いこう。涌井さんか。点差に関係なく、今回9回に番長を出します。勝ってればね、出します。なんで、山崎選手8回、三上選手7回とか、まあ出すかどうか分かんないけど、とりあえず9回は番長にします。よし頑張ろうぜ。いつも通りセンター返し、プレイボール。とりあえず誰かしらヒット打ってほしいな。投げました。打った。3人で終わることはしたくないね。今日さ、19日なんですけど、阪神巨人戦かなあって、でそれの解説が赤星さん、あと桑田さんもそうだったかな。ちょっと赤星さんのね解説が俺ちょっとすごい楽しみにしててさ、見ようと思ってて。投げました。打ちました。レフトへ行った。ヒット。いやー打たれちゃったか。鈴木いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ここは送りバント。二塁。正面に転がった。よし、あ間に合わねえわ。セーフ。一塁はセーフ。零殺失敗。盗塁だろ。第9、一塁ランナー走った。盗塁を許します。ちょっと待って、どうして緩い球投げた。どうして緩い球投げちゃった。第3球を投げました。打ちました。ロペス取った。よしよ。ロペス一塁踏んでアウト。ベイスターズなおもピンチが続きます。低め押そう。第3球を投げました。打った。流し打ち。これがヒットになります。打球が転がって、よけがかな。打たれる気がしてたということを。なんか結果出てから言うのはかっこ悪いからね。外角。第5球投げた。アップキャッチャーこいつ。飛ばし今拾った。ツーアウトランナー二塁に変わります。外角。あ第6球を投げた。これは今のあっての忘れて。あっていうの忘れて。1回が終了しました。2回の表1点取られちゃったね。ベイスターズの攻撃、バッターは青い大砲。よいし、見送ってフォアボール。ストレートのフォアボール。さあ5球目打ちました。いやいい、ゲッツーじゃない、ゲッツーじゃない。していった。取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。さあ5球目打った。ナバッチ、ボールはライナーで右中間へ。ヒット。1塁ランナー2塁を待った。さあ1、3塁倉本ナイスバッティングです。ベイスターズ同点のチャンスを迎えます。流しかな、レベル高いものチョイス。外角投げてくると思うしな。第3球を投げた。内角か。三遊間のゴロ。一塁へ送る。はい、シーゼー、いいよ。ナイバッチよ。バッターは8番石川。第5球投げた。打ちました。あーくそ、
指示ハマったんだけどね。そういえばあの前々回のコメントでさ、監督プレーやってみてマノッチの凄さが分かったみたいなコメントが来てて、なんか前もね同じようなコメントいただいてるんですけど、あれよ、意外とマノッチすごいらしいよ。わかんねえんだけどね、あんまりその感覚はないけど自分の中では。第4球はここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、あーっと、うわー、危ねえ。なんか守備の乱れがちょこちょこ目立つな。ちょっと勝負しておきたいな、ここはな。次は4球目、本当に打つわ。本当に打つな。本当に打つな、すごいな。右バッターボックスはキューバタム。さあ6球目投げました、高めの球、見逃し三振。もう一丁高め。第4球を投げました、打ちました、セカンド左抜けるか、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。2回が終了しまして、ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは期待の名捕手飛ばし、空振り三振、バッターアウト、先頭バッター三振に倒れました。投げました、打った、ショート右の当たり、ショートから一塁送球アウト、これでツーアウト。なんか涌井さんから点取れるイメージが湧かないな。直球空振り三振、最後とりあえずこれ以上の失点はダメですよ。先頭バッターは岡田、最初のバッターボックスはピッチャーの、ちょっと三者凡退のイニング作ろうや。まずは先頭バッター三振に仕留めました。第3球を投げました、打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッター守備の名手坂本、行ってみっか、内角危ねえかな、ランナーいねえし行くか。次は4球目、投げました、見逃し三振、最後は見逃し三振。ゲームは中盤4回に入ります。さあバッターは10年に1人の男前乙坂、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、セカンド右への打球アウト、強いな。強いな、全然なんかいける気がしてないんだよね。打ちました、打球はライト浅いところ取りました、うまい、これで2アウト、ランナーありません。バッター青い稲妻ロペス、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、打ちました、坂本ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。涌井ここまで来て4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ、最初のバッター打った、一二塁間への当たり、だいぶ伊能さんも落ち着いてきたかな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは読みない男清田、第4球を投げた、スライダー見逃し三振。バッターは守備の名手細井、ランナー出しちゃダメだぞ、打った、破った、いやー敬遠したいぐらいの気持ちだけどな、そんな場面でもねえからな。第5球投げた、よし、ファースト後方のスライダー、まあそう毎回毎回打てないよ、何が嫌だってね、嫌なところで本当に打ってくるところだよね。4回の裏が終わりました、5回の表1点を追いかけますベイスターズの攻撃。バッター都会の、うわはまんないか、投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、セカンドから一塁送球、これでワンアウト、待っていってみるか。バッターは7番エリア、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れ、高めの球見逃し三振。さあ試合の行方を左右する場面、ちょっと意外だった。次は5球目、投げた、ストレート、空振り三振、2者連続三振。いやいけるぞ、マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはタム、打ちました、石川コーナー、よーしよ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 し、よく取ってくれた。ありません、打順はトップに帰って鈴木、打った、引っ張った、めちゃめちゃ怖えよ。追い込んでから投げました、打った、これは鈴木大地選手一番っていいな、なんかかっこいいな。取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番岡田、今日はピッチャーゴロと三振、打ちました、あっと引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました。なんかあれがね、互いにピッチ落ち着いちゃったね。伊能この回きっちりと3人で抑えています。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター期待の名捕手戸柱、読み切れ、絶対に塁に出たい。
投球これから4球目。オッケーナイバッチ、スベススベススベス走れ。無理か。戸柱いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッター青井打点。さあここで何かを仕掛けてくるようです。行くぞ。次は4球目投げました。うわダメじゃないこれ。取られるんじゃない。掴みました。いやちょっと待てよ。一発勝負使うことも視野に入れよう。しっかりと。第4球を投げました。よし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 、ゲッツーなくなった。そして今拾い直した。ワンアウトランナー二塁に変わります。第5球投げました。よし OK 使うか。バッターは3番音坂。ネクストバッターサークルには筒香。さあここは監督の手腕の見せ行ってこい。第4球はおっしゃ OK オッケー、ナイバッチ素晴らしい。いやいいよいいよ。ちょっと遅かったんじゃないか。伊藤監督この試合はちょっとあんまりいけてないんじゃないですかね。采配はナイバッチ。そういえばいつだかにホームランのリプレイを見せてくれよ。いやコメントまたちょっと映してますか。いやわかんないんだよなこのおなじみのパフォーマンスが。ナイバッチでしたね。どんどん続こう。今なら打てるぞ。投げた打ちました。坂本掴んだ一塁へ送る。アウト。ロペスいい当たりでしたがショートゴロに終わっています。何点あったっていいんだから。これで2アウトランナーありません。投げた打ちました。ライトフライ飛距離は出ていません。取ってこれで3。微妙だな3点差。6回の表が終わってすげえ微妙だな。この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは角中。さあここで何かを仕掛けてくるようです。まあこうなると向こうが一発勝負をどこで仕掛けてくるかが怖いよね。ぶっちゃけね動画のこととか一切考えないんだったら俺伊能さんですげえ押し通したいぐらいの気持ちだよ。今全く打たれる気しないから。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。エリアンさんはセンター合宿のか。投げました打ちました。ナイバッチ下がっていったヒットになります。さあ送ってみようか。成功してくれりゃでかいんだけど。石川今日はショートゴロと。やっぱりな。取りました。一塁へ送る。送りバント失敗。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。じゃあ引っ張りよ。さあ5球目打った。いや惜しい惜しい惜しい。清田取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウトランナーは一塁変わりません。投げました。うまいんじゃない。うまい。フルスイングハマるから。さあうわここで使うのか。第5球投げました。打ちました。ピッチャー返し。坂本取った。坂本自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。ごめん今俺ね坂本選手の動きを見てね今何やったの。踏んで間に合わなかったの。7回の裏マリーンズラッキーセブンの攻撃に入ります。いいや読みない男清田投球これから5球目打ちました。ピッチャー正面ピッチャー返し一塁送球アウト。これでワンアウト。いや素晴らしい。バッター守備の名手これ怖いまずい。投げました打ちました。いい当たりセンター前ヒットクリーンヒットです。ホセアナイスバッティングです。バッターは8番抑えろ。第4球を投げました。流し打ち本当に打つなおい本当に打つな。焦ったな。これで帰るか。二者残塁。三上選手かな。クリーンナップからの攻撃になります。バッター10年に1人の男前音坂。今日は
打ったピッチャーは正面。面白い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 。ショートから一塁よし。セーフ。記録はヒットになりました。第4球を投げた。ダメか。あ、いいんじゃない。ゲッツはないよ。掴んだ。アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。枠井降板。バッターは5番ロペス。今日はここまで3打数ノーヒット。インコースの全然タイミング合ってないね。ランナー一人を置いて迎えるバッターは倉本。今日はここ。さあこの対決に集中します。投げた。縦のスライダー。いやーな空振り三振。大事な場面で2者連続三振。マリーンズこの回は上位打線から始まります。いやいけるべ。なんかまだいける気がする。今日はここまで3打数ノーヒット。1三振。第5球。投げた。打ちました。サード右横のゴロ。アウト。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは3番角中。今日はここまで3打数ノーヒット。1三振。直球外れてフォアボール。バッター守備の名手坂本。今日はここ変化球空振り三振。低めの変化球もうちょい低めアウトを取りました。投げました。150キロ直球空振り三振。2者連続三振。さあ優勝へ向け大事な9イニングス目に入りました。先頭バッターはエリア。今日はここまで3打数1安打1三振。打ったピッチャー。いやーナイバッチナイバッチナイバッチ。エリアナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。頼む頼む。第2球投げました。ここで送ってきます。さすがバント丸。ピッチャーピッチャーから一塁送球。中村取ってアウト。バッターは9番戸柱。これが4度目のバッターボックス。次は5球目投げました。いやーダメか。三振。先ほどヒットを放っている梶谷。さあここで勝負に出ました。まあ俺は一発勝負は9番に取っといてるから。第5球投げました。インハイ空振り三振。最後は伸びのあるストレート。外野手は問題ないね。セカンドかあんまりイメージねえな。ショートだよなイメージは。倉本くんはショートサードか。いや、こうだな。さあここは守備を変えてくるようです。1イニング投げさせよう1イニング投げさせよう。なんか最後の1人だけとかそれはなんかちょっと寒いんだ。1イニング投げることに意味がある。ベイスターズピッチャーを交代します。先発の伊能、8回2失点の好投でマウンドを降りました。マウンド上ピッチャーは浜の番長三浦。番長頑張って。第5球投げました。高速スライダー。ナピッチやべえ。なんかちょっと感動するちょっと感動しちゃう。投げた。打ちました。内村ボールを掴んだ。一塁送球。最後じっくり見るでいこう。これで2アウトランナーありません。右バッターボックスは8番中村。ベイスターズここは何。さあ試合の行方を左右する。行ってこい。ここで勝負に出ます。第9球ここで中村翔吾選手ってのがいいじゃない。投げたのボール。番長頑張れ。投げた。おっつけた。ファール。投球はこれから3球目。ボール。カウントは2ボール。番長頑張れ。ピッチ。さあ次が最後の打球になるか。第5球投げた。高め。いやー三振。やりましたやりましたよ。ベイスターズ日本シリーズの覇者となりました。歓喜の瞬間です。なんかあれだな。ファンの声援に見事応えてくれました。全ての人の思いを胸に。終わりたくないな今日はね、うまくいいんけどな。終わりたくないな。拍手と喝采の中選手たちがファンの声援に応えています。
そして今日ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったベイスターズ、連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたベイスターズ、おめでとうラミちゃん。新しい采配でチームを勝利に導きました。ビッグベースボールはすごい武器だったよ。決定戦はベイスターズ見事日本一の栄冠を手にしています。実況担当は堂前秀夫。よし、ハイライト映しますか、コメント読んでいきますか。ちょっと待ってね。2勝3敗という表示の仕方どうなのよみたいなことを言ってたんですけど、勝敗の表し方は味方関係なしに本拠地のチームの方を優先して、表示されるということらしいですね。まあ、言われてみれば、まあ、それはそっかって感じだけど、ゲームとして見たときにやっぱ分かりづらさっていうのはある。俺みたいに感じる人はいるとは思う。オフシーズン取ってください、お願いします。まあ取っても来年やるわけでもないからな。今日取るか、取ろっか。オフシーズン明日取って最終回という形にしましょうか。どっちにしろ俺、病院は木曜日に行くから明日水曜日でしょ。ごめん今俺がこれ撮ってる時の話をしてるけどね。なんか全然まあ撮れるは撮れるんで、そうしましょうか。ふう、終わったなまあ一応明日撮りましょう。オフシーズン撮ります。はい、それを最終回にして、まあ、番長がおそらく引退すると思うし、まあ、そういうところも撮って、まあガンガンお金使って、そう俺前年どう失敗してるからね、 FA ケチって失敗しちゃったから、もうバリバリお金使おうぜ。やりました。いやー、そこは番長じゃないかな。なんかすげえ山口選手こっち見てっけど番長じゃないかなと思うんだけどな俺はな。ん？うん、いたねいたね。俺は結構マジにバレルって誰だっけと思ったバレル誰だと思ったもん。はい、ということで、無事日本一になれました。明日はオフシーズンで最終回という形を取りたいと思います。はい、よし終わりましょう。明日まったりと取っていきますよ。そんじゃ、終わります。バイバイ。